アンナ・シフィドニツカ、または、アンナ・フォン・シュバイトニツは、神聖ローマ皇帝兼ボヘミア王カール4世の3番目の日、比。神聖ローマ皇后、ローマ王妃、ボヘミア王妃の称号を有した。シフィドニツア皇、ヘンリク2世の娘、母は、ハンガリー王カール1世の長女形が、アンナと結婚する以前のカール4世の自助伝には、 シフィドニツァ広告及びシフィドニツァ公についての言及があり、ニュルンベルク近郊のラウフ・アンデア・ペクニッツにある皇帝の持ち場の一つベンツェルシュロス城の紋章部屋にもシフィドニツァ広告の紋章が描かれている。アンナの父は彼女が4歳の時に死去し、子供のない父方のおじのシフィドニツァ公ーボルコ2世が彼女の後見人を買って出た。アンナは 母国ハンガリーのビッシェグラードに戻った母親のもとに引き取られ同地で教育を受けた。11歳になるとアンナはカール4世の生まれて間もない長男で獅子のベンツェルと婚約した。ところが乳児のベンツェルとその母親であるアンナ・ホーンデアプファルツが相次いで世を去ると家父となったカール4世は未来の夢になるはずだったアンナに自ら求婚した。この政略結婚は カール四世と防府のボヘミア王ヨハンが、前々から企んでいたもので、ボヘミアに国境を接するシロンスク諸公国を支配下に、おこうという不死の狙いがあった。アンナの母方の叔父である、ハンガリーオーラヨシュ一世は、名、アンナの結婚を後押しするため自らのシフィドニザ、公国に対する要求権を放棄し、ルクセンブルク家の野心を利することになった。花婿と、花嫁は、 親戚関係にあったため、プラハ大司教アルノシとスパルデビィツの取りなしで、教皇インノケンテウス6世が特別の社名を与えた。二人は1353年5月27日に結婚したが、この時アンナは14歳、夫となったカール4世は37歳であった。結婚式には、アンナの後見人であるボルコ2世をはじめ、オーストリア公、アルブレヒト2世。 ハンガリー王ライオシュ一世、ブランデンブルク編派クルートビヒ三世、ザクセンビッテンベルクコールドルフ一世のほか、ポーランド王カジミエシュ三世の施設、ベネツヤ共和国の施設なども出席した。アンナとオットカール四世1353年7月28日、アンナはプラハにおいてパルディビツ大司教の手でボヘミア王妃として退官した。翌1354年2月9日には、 アーヘンにおいて、ローマ王妃の冠を授けられた。そして1355年4月5日、カール4世が、ローマのサンピエトロ大聖堂において、神聖ローマ皇帝として退官する儀式の途中で、アンナも、また皇后として退官した。このため、アンナは、ボヘミア王妃の中で皇后になった、最初の女性となった。1358年、アンナは娘を出産し、この王女は、 父方の祖母エリシカプシェミスロブナにちなんでエリーザベトと名付けられた。1361年2月、アンナはニュルンベルクで待望の王子ベンツェルを出産した。帝国を受け継ぐことになる。この王子は聖セ,セバルトス教会において、プラハ、ケルン、マインズの大司教たちによって洗礼を受けた。しかし1362年7月11日、 アンナは出産中に23歳で創生した。1年後に控えた息子のローマ王としての体冠式を見ないまま、アンナはセイビート大聖堂に葬られた。翌1363年、カール4世はエリーザベト・フォン・ポンメルンを4度目の妻に迎えた。シフィドニツァ広告及びヤボル広告は、アンナのオジボルコ2世が1368年に死ぬと、間もなく、 ボヘミア王国に併合された。ありがとうございます。